アンチャカアンチャカチャチャアンチャカチャン、アンチャカアンチャカチャチャアンチャカチャン、アンチャカチャンアンチャカチャチャン。動画じいさん、イエーイ、ガーションでーす。シューお、出ましたね。チューが出ました。いいね、チューチュー。チューチューを見たくてこの番組やってますから。ありがとうございます。ありがとうございます。チューチューどうですか最近。チューチューはいろんなとこやってます。まあチューチューはねやってはいますけど、何の反応もなし。あ、そうですか。はい。その手応えは一切ない感じではあるんですけども。どこでやったんですか。いやいや、まあ競馬番組とか、ね。競馬番組やってる。いやいやいや、まあチューチューはちょっと言ってないですね。でもなんか。いや言いなさいよ。まあそうですね。うん。チューチューはほら結構なかなか踏み込んでますから。動きはやってますけど、動きやってますけど、いや動きだけやったら何のこっちゃ分からない。チューチューまででセットですもんね。そうそう、チューチュー一等半回。そうですね、うん、やらなければいけないとは。チュー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 ショーがやるから面白くも別にアレンジしてもいいから。いや、まあそうですね。何かと、まあね、ネタにはしたいですね。そのギャグじゃないですけど、はい、あるとないではえらい違い。まあ本当そうですね。全然違いますもんね。普通に例えば何だっけ、はい、番組、ウィニングケーマです。ウィニングケーマです。始まりました。どうもキャプテン渡辺です、はい、もうテンションローのままずっと。まあそうですね。で始まりました、ウィニングケーマーって言ったらもう確かにいいもん。バカがいるぞ。まあそうですね。あ、だから言いながらやればいいんですかね。なんか爪でチューチューがなんかなんちょっとハードルが高いというか、どういうこと？だから今師匠は踊りながら言ってたじゃないですか。はいはいはい、チューとかだから、なんかやりやすい気は。やりやすいです。あ、やりやすい感じがしますね。はい、でチュー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 。いやでも、絶対。あった方がいいですもんね。やった方がいいですよ。絶対なんだそれはって言われたら、はいはい、いやいや、タコ踊りです。勝った時の私の勝った時のタコ踊りです。だって、カジさんも知ってるわけですから。まあそうなんですよね。やっていくべきですよね。なんそうそうそう、はい。だってお前、俺のお前、はい、アメトークなソニーで出てきて、はい、俺が形変えてしまうぞは全然笑わなくて、はい、お前のチューチューが孫笑いしてたから、カジさん。どうですかね。本当におかしいんですけどね。おかしい。でもまあ、まあ一応ね、もうそれは大事なことですから。そうですよ。はい、いや、そうです。最近どうなんですか、その。まあだから最近はもうあれですよ。お笑い事情変わりませんよ。だからもう低たらく低たらく。低たらくで、まあもう僕はまあ最近もう競馬のことも競馬様と。競馬様、競馬様って呼んでますから。食べさせていただいてる。あ、そういうことなんですよ。あ、なるほどね。競馬なんてどうしてないんだけど。競馬様ありがとうございます。ああそうですか。いいですね。競馬様ですよ本当に。うんうん、なんか割り切ったご関係でいいですよ。うん、まあ割り切ったご関係というか、うん、まあなんとかね、そういう形で食いつないでるという感じではあります。いいじゃないですか。競馬の仕事あるだけ。まあまあ確かにそのね、毎回同じようなこと言ってますけども、下を見たらキリがないというか、まあ、食えてるだけマシだというようなね、マシマシ感じではありますけども、はい、だからあと。まあ、師匠は全く興味ないと思いますけど、うん、その本も出したんですよ。本出したの、はい、ちょっとまあこれいつアップか分かんないですけど、ない、チューチュー、ちょっとチューチュー、チューチュータコ買いの、キャプテン渡辺のチューチュータコ買いの、本当に誰も買わないと思いますけど、書け、一文字も書けないと思いますけど、チューチュー、でずっとチューいろんなチューチュータコ買いな。いろんなタコ買いな。違います。だから競馬に、まあまあそうですね、競馬のね、だから言うたら負けた人に、はい、俺が勝った、はいはい、私勝ったよ、私勝ったよ、あ、負けたのね、チューチューチューで切れた、はい、で切れたやつを取材する、まあまあ、はい、違います、全く違います。違う、まあ予想、まあまあまあ馬券本みたいなことですけど、馬券本何です、どんなやつ。いやだからまあこの 4,5 年でなんか馬券で勝てるようになったんですよ、ちょっとね、少しですけど、で どうやればこういうふうにやったらあなたも勝てるようになりますよっていうの、はい、必勝本みたいな、まあ、まあまあまあ言うなれば、はいはい、売れてんの、まあ、割と好調だって聞いてるんですけどね、本当に2日前に出したばっかなんで、そうなの、はい、あ、昨日か、昨日ですね、これいいの、
だってそれは分かるでしょ、だってそのそんな良くないですか。あ、良くない。ポーンはもう全然、あかんやんってこと。あかんやん、あかんやんですよ。陰性から4割に事務所に持ってかれるんですよ、こんなこと言って。はい、もうそう考えて。ええやん、ええやん、ええやん、ええやんくないってことですか。ええやんくないです、最後。松本さんの席はやっぱええやんくない、はい、あなたが座るんですね。はい、はい、僕が座るんです。松本さんの席座るんですね。はい、キュートでございますね。売れる可能性がゼロになった芸人を救ってあげたい。いいよね。毎回な優しさというか、そう、ずっと人を救うこと考えてる。ずっと考えてるじゃないですか。後輩、そうそう、後輩でしょ、おそらく。だからその番組コンセプトじゃないですか。はい、そうですね。救いたいんですよね。そう、救いたい。うん、まあ、じいさんだよお前は。そのゼロになったやつがいるんですね。まあそういう人結構いるんですか。もう R1 グランプリがもう10年以上は出れないから、まあ、そうですね、出れない。まあ、それはゼロなんですよ、ピン芸人。まあおそらく、まあそれはそうです、確かに、はい、ほぼゼロ、ほぼゼロですね、うん、ただまあだからといってじゃあね、ゼロのままではもう見捨てることができないと。そう、そういうことですね。救えるかな R1 グランプリ出場資格芸歴10年以下、芸歴10年以上のピン芸人でも才能があるやつはまだいる。そんな芸人を埋もれさすのはもったいない。このままじゃ売れる可能性ゼロになってしまう。じゃあザコシが力になってやろう。そこで売れる可能性がゼロになった芸人を救ってあげたい。才能があるけど、売れる可能性がちょっと低くなった、ね、機会に恵まれなくて、そういう芸人いっぱいいると思うんですよ。で、俺がその思う、芸人が町浦ピンク、うん、町浦ピンクがね、こいつもな、芸歴結構食っちゃってて、だいぶ食ってる、芸歴でも15年くらいやってんのよ。もうだから R1 にも出れない。だからね、もうほぼほぼもう浮上のきっかけないじゃん。もう顔もひどいしな、面白いけどね、面白い、言ってるかも何言ってるか分からへんから。でもな、才能は持ってると思うんだよね。結局行けないから、とりあえず俺が行って、ちょっと相談に乗って、なるほど、なんか売れる可能性ちょっと引き上げれたらいいなと思って、ちょっとこう呼んでます。事務所の会議室にここに呼んでると思うんで、ちょっといると思うんで、ちょっと行きましょうか。あ、ソニーの会議室に来た。ソニーのね、はい、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。かばってる。あ、かばってないです。かばましておめでとう。あ、いやいや、かばじゃないんで、すいません、明けましておめでとうございます。かばまして。いや、かばましてない。今度もよろしく。かばがと、いや、かばがと、あの、かば語と、なんか混ざってますよ、日本語とかば語が。どうされました。あ、いや、ごめんなさい、いいんですよ、アニマルで勝手に行かなくても。アニマル、はい。あ、どうも。穴が紺色の蛇と書いて、穴コンダと申します。ええー、ね、わけわからんこと言うの。はい。え、どこぐらいでしょ、ボケで。ボケでね、ここからめちゃめちゃ言われるんで、たぶん。なんでむちゃくちゃ言われる。言われるんです。言われないよ、別に。だからここだけやな。相談に乗るっつってんねん。相談乗ってくれるんですか。そうそう、お前売れへんやろ。売れる可能性ないやん。売れるわ。売れる可能性ないやん。いや、いや、あるわ。そあれ、こうやって座るのこう、こう。カバやないか、それ。カバかワニやないか、それ。これ、どっちかってワニやないか。アリゲーターの方やないか。言わすな、おい。噛んでグルングルングルンって回ってちぎる。いい、ね、それワニやないか。噛んでグルングルン。ワニほどシャープじゃないし。ワニほどシャープ、考え方がシャープでしょ。言ってる前か。あ、でもそういうの。マイナスなんですよ。いや、マイナスも言わないでください。これカバダニ、カバクチだ。違います。はい。谷とキチいらんやろ、そうなってた。いや、これ島谷陽平です。あの本名です、それは。町浦ピンクです。え、島谷陽平。僕島谷陽平って言うんですよ。奇遇だね。奇遇？私もそうなんですよ。そつけ。なんで本名って。もっと仲良くしてくださいよ、ほんやったら。もっと前から。うん。そうです、生年月日も一緒で。え、同い年なんですか。同い年なんですよ。で、名前も一緒。名前も一緒、島谷陽平で。島谷陽平。じゃあ、俺じゃないですか。もう。違うよ。ただ一緒だ。いや、そこはあかんのかよ。そこまで一緒やから、仲良くしましょうよ。リスの最後から言われた。カバちょっとイラついてる、ね。早速、ザコシが相談に乗ることに。あ、なんで読んだか言うと、うん、あ、ありがとうございます。もうくすぶってるやん。いや、正直まあね、うん、くすぶってますね。浮上しないですね、なかなか。浮上せえへんな、ほんで、はい、あの一時期な、
ちょっと掴みかけたんや、鶴瓶師匠。鶴瓶師匠に気に入られて。そうですね。気に入られて、で、ハマりに行って。ハマりに行っていうのも悪いんですけどね、言い方が。ハマりに行って。ちょいハマって。ハマってね。ちょいハマって、じゃあ、もう、ちょいハマったんで、もうハマりに行こうかって、ハマりに行って。そらそうしますよね。で、何ヶ月もったやつだっけ？5ヶ月です、ね。5ヶ月もって、で、ハマり終わって、はい、で、何もなく終わったっていうね。そうです。もう今目の前にいないですね。どこにいらっしゃるの？デンナーの会社にも行けないしね。ハマりかけない。光のスピードでハマり終わったから。ほんまに光のようにスパーンっていきましたね。でも5ヶ月はハマったよ。5ヶ月はちょっと掴みかけたんですけど、うん、もうガーン行かれました。ほんまにこう掴んだ、一瞬掴んだんですよ。カバーだから、上顎と下顎で噛んだんや、うん、もうカバーの いらないです鶴瓶師匠。失礼やろ。うわ、鶴瓶やろ、ガーン行くかそら、うわーって言って逃げるやろそら、うん、ガーンツーン。いや、カバーや思われてないね、師匠には。なんて思われてる、ええ顔してるや、ええ芸人みたいなええ顔してるや。ジュニアさんも言ってくださいました。なんつって、芸人として100点やで、うん、どう嬉しい。いや、芸人として100点やで、イコール、はい、カバーやでっつってるのも、いやいやいや、カバーが芸人として100点って思わない。いや、でもこの緑な、はい、じゃあ、あんた、うん、あのミスチルとウリ二つですねって言われると、どこ例えてんねんお前。もうカバーやなって言われるの、どっちがいいねん。ミスチルじゃないですか。ミスチルって言われませんって言われるのと、それはそれで別に乗りますよ。君に会いたい。あ、だからか。はい。お前それはそれで、ツイッターでさ、ミスチルの桜井みたいな感じで歌ってたやん、お前。ミスチルの誰もそれも望んでないのに。よう覚えてますね、そういうことだけは。全然望んでないのな、お前。そんなにいらないですよ、見とらないで。歌って熱唱してましたね、なんかそれはそれで、うん、まあ、この見た目で熱唱したらおもろいんじゃないかって。じゃあ、おもろいじゃないかじゃないね。本当にモテたかったんやろ。ちゃうて、そのメスカバに。いや、カバちゃうねん。カバの中でだけで俺、世間じゃないから、それが。うん。はい。すいませんけど。カバじゃないです。カバじゃない。人間なんね。人間です。うん。そして、まあ、鶴瓶師匠に。ハマったんですよ。で、鶴瓶師匠も、まあ、それはいっぱいの人間が周りに来るじゃないですか、はいはいはい、そんな中から僕を探り当てて、こんなやつおんのかって、うん、で、ラジオで言ったら師匠が言ってくれたようなことっていうか、うん、俺の笑い見てくれ見てくれみたいな若手多いんやって言って、あその点お前聞き役できるやろ、うん、聞き手できるやろ、それがええねん、あれはすって、ほんでネタおもろいやろ、うん、お前ええー、わ貴重ですね、あれは本音だったのか。でもあれやん、ね、聞きてええわって言われた時に、はい、だから言うたらお前の実力を出してないってわけやんか、言うたら。だから実力はそうですね。なでも師匠にこうやってグワーっていじられて、初めてやかわっしゃーとか言えるんで。で、鶴瓶師匠言ってきたのか、お前カバやなっつって。お前サイン似てるなっつって。言ってきたら、誰がカバやねん。おうって言ったら。あんたは見た目変わらないのか。言いますよ、それは。だから、それを見せてないのはあかんな。だから言えないですよ、師匠に。だってもうレジェンドやから、そんなレジェンドやからっつって、あんたもかフェイスシューやないかとか言うてないっすよ。言えや、言ってけや。フェイスシューだって、そんないじりがまず来ないっすから。だからそこがあかんねん、シンプル失礼になるからこっちから言うて。だからそれがあかんねん、言います、そんな師匠に。いや、師匠 師匠にとか、俺鶴瓶師匠と一緒やったけど、はい、あ、いろいろ、まあ、一歩踏み込んだよ。ええー、言うてんねんみたいなこと言うたよ俺。ああ、なんか無学の会あったやん、無学、ね、あれに呼ばれたやん。あー、はいはい、で俺パペポが好きやったから、鶴瓶師匠パペポ見てました、はい、じゃあお前パペポやってみっかっいろいろできたんだよ。で、何分や、俺1時間くらい鶴瓶師匠と話してフリートーク。おー、すごいな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 、ね、どうせ、どうせチンポ出したやろ、ね、テレビ東京とか時間半くらい、何言ってんねんお前、そんなあーたんちゅうって言ってたよ。へー、すっきり踏み込んでいかんとあかんねん。あー、そう、俺カバですせ、カバですよっていうような、言わんでもカバ爆弾をこう、カバ違いをお前カバやなって言われるための仕掛けってことね。そうそうそう、それはしてないですね。おとなしくこうやって、あかんかんかん、なあ、そう、2枚目は確かに人望を出してたっていう要素は、でっかいうんこじゃないねんから。何言うとんの。でっかいうんこやもん、おめえ遠くから見たら。いや、誰が、まあまあそうですよね、確かに、ね、いや、ほんまに失礼ですよそれ。僕の YouTube 出てくれた時も小林亜生さんを引き合い出して、小林亜生ってとんがってるからな、うんこやん、やばないっすか。小林亜生のことうんこっつったんですよ。うん、謝れ関係者。だ結局
掴めてないやん。掴めてないっすね。どないしていくねんってことよ。どないしていきましょう。いや、R1 はもう出られへんやん。そうなんですよ。ちょっと今、前振り取ったの聞こえたんですけど、うん、15年ぐらいつってたとあったんですけど、19年目ですよ。18年やってますもん。マジで、はい、もうごまかせないんで、2004年から3年間漫才やってて、うん、なんで、そっからもう分かられてるから。あれやね、ほいでまた、R1 出れなくなりました、はい、つって、じゃあ、どうすんねんってなった時に、M1 出る。で、M1 出るっつって、誰かと、な、ユニットでふわっちてん。M1 ユニット出れるから。はい、誰だとっていうのをやめてもらえません。後輩とかじゃ、後輩とかも組んでん。後輩、ああキングオブコント、ああキングオブコント、うちの事務所の後輩チャドルとね、ほいで、また言わんでもいいこと書いとってツイッターに、今から行ってきますって地面にカメラ置いて携帯置いてで、こう後ろ姿、こういう感じで撮って、アイドルの2人でこういう感じで撮ってな、ほいでな、それで決勝行けばいいの。風落ちてどういうことやねん。言うな、きつ、このフォルムで1回戦落ち、きついねえってリズムネタやってめちゃくちゃ滑ったわ。いやいや、リズムネタとかお前ほんでなんかあれやろ、どっかのお嬢ちゃん誘拐してほんで動画撮ってたやん。めちゃくちゃやな、その言われよ。マジウゲランニャマね、お笑い好きの女子高生、僕森さつきちゃんとね2人で、嘘のチョイスがひどい、ふふ、嘘のチョイスがキモいみたいなね、歌を踊ってめちゃくちゃいい歌なんですよ。あれも何、脅迫したんか。脅迫してないわ。おい、来るなお前、来るぞ。俺は曲作ったからどうぞ踊れやないで。僕正直分からんで、即日逮捕きついね、それ。即日逮捕ですよ。いや、そちゃんと了承を得て事務所通してちゃんと取ったりね。そうなん、2020年コロナの時期になってどうしようって言っていろいろやっていかなあかんねんで、そんなん取ったりとか、どっかのお嬢ちゃん、どっかのお嬢ちゃんちゃうねんだから、軟禁して。ちゃうわ、タレントさんや、ちゃんとした。どこ、山の山小屋に軟禁したの。やばいやないかお前、それやったら新聞載るやないか、一面載るやないか、それ。立てこもりの、そう、でもすごい全米のな、ちゃんと突っ込みますからね。そうそんなやつを売らそうとするこのチャンネルもやばいっすよ。じゃあどうしたんやろと思う。自分、何が得意なの。得意、歌。ほらまた歌とか、観客へ喜せよ。いや、面白い歌やったらどうですか。だから喜ばすための、いやいや、その観客喜ばすんだったらもうほんと湖飛び込んで、お前がな、それやんじゃん。顔面バーッと出てきてスイカ丸飲みしたらバチン食ったらもう大歓声。カバやねんか。人間として話し進めてくれよ。もうお客さんはそれを見て、見たいねん。見たいの。うん、だから前も言いましたから、これ不可能やねんって。なんで不可能じゃないですか。こんな丸い歯全部折れたまんわ。それでテレビ出られやん、歯折れて歯ないっつって。こんなや一回やったら終わりっすよ。いやだから一回やってみたらええやん。だいたい一回してるか買ってくるから、買ってきて、うん、ちょっと噛もうとするみたいな、うん、で投げるから俺。いやもう死ぬって、バチンやだって。前やってたら終わりやん。バチンって顔つぶれて終わりやで。即日バンですよ。ほんでこれは無理なんだよ。無理かどうかやってみたら分からんから。歯が全折れ。この夏の動画じいさんの俺ロケ、はい、ちょっと約束しますから、うわ一回やってみましょう。めっちゃいいじゃないですか。まだね、全然夏じゃないから。めちゃ面白いと思います。じゃあ分かりました。じゃあちょっと、はい、それの動画撮りましょう一回。 ありがとうございます、うん、はい、それでなんか道が開けるかもしれないんで、はい、ちょっと希望を託します、うん、はい、本当に、それでバズったら、はい、うん、いいじゃないですか。うわ嬉しいっす、うん、それは。じゃあそれ決定。ありがとうございます。いいんじゃないですか。だろ、はい、うん、湖飛び込んで、そう、スイカ投げて、投げてバチンやだ。いいよな。いや、めちゃくちゃいいと思います、はい、だからピンクは面白いじゃないですか。面白いな。結局その、なんでしょう、その、なんですか。で、R1 の決勝に別に出てたわけだから。出てないよ。いや、R1 には出てたから、決勝にまず行けなかったっていうのはこれはどういう、あのね、はい、あの無駄にしてた時あるのよ。どういう無駄っていうのは。俺こんなんちゃうねんっつって。あ、5年ぐらい出てなかった。あ、なるほど、うん、プライド高い。どういうことですか。うちこんなんちゃうって。俺こんなんにこう、まあ、収まりつかん俺の才能はっつって見張って、めちゃくちゃすごいっすねそれ。だから尖りがそうで売れへんから、はい、あ、このやらなあかんねんなっつって、はい、そこで
そこで出た。そう。あいつは本当にめちゃくちゃ最初は痛い。激痛ですね。最初は激痛なんだけど、徐々に徐々に丸なってきてっていう感じですか。はい、そうですね。今いいですね。仕上がってるというか。仕上がってますよ。だから本当に5年ぐらい無駄にしてるんですよ。なるほどね。そういうのもあったんですね。そうなんですよ。でもまあ今ちょっとやっぱり聞いててもね、あの僕も身につまされますけど、例えばジュニアさんが芸人として100点やんとか鶴瓶師匠が褒めたとか、うん、ね、褒められてどうすんだっていうね。ああな、そう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 、そんなこと言われるようじゃ結局認められてないというか、うん、僕なんかねそこまで褒められたことないですけど、なんか、うん、上っ面で褒められたしたことも何回かあるんですけど、うん、褒められてるようじゃダメですよね。まあな、あそうでしょ、あいつって言われる方がいいよな。腐されないとね。これはちょっとそう、例えば R1 優勝して、はい、あいつおもろかったなっていうのは OK。 いやいや、それは OK。 それは OK なんですけど、中の番組に出て、はい、お前芸人やんって言われるのは、はい、全然こいつの良さを、実はそうダメってことですよね。ダメなんですよ。誰でもいいから。まあそうですね。だからジュニアさんも本当はハマってないですよね。ハマってない、全然。こう、あ、ピンクの良さをこう探し当てられなかったってことです、はい、なるほど。それでもピンクの、あのアピール不足というか。そりゃそうですよ。初めて会って、はい、もう30分以内にこいつのカバーを引き出されるわけないそうですよね。そうよ。だから自分からカバーアピールを、カバーアピールとか、カバーアピール匂わしていかない、匂わさんといや、ためになったんじゃない。これはためになりましたね。ねえ、あの見てる諸君難しいっすけどね。うん、いやだからそうですね、そういう路線しかないんですか、湖に飛び込む、まあ、とりあえずやってみてあ、とにかく一回やってみて、うん、とにかく一回やってみて、カバーあかんかった、じゃあでも違う道考えたらいいあんまりは、まあなるほどね、うん、まあ、一回カバーやってみる、そうですね、一回やってみるのがいいですよね、うん、だから僕もこの間ほら、え、あれ年末でしたっけ、あれここでみんなで集まって、なんか年末みんなに電話して、そうね、うん、でその時にカバーいいねが当然あって、うん、しばらく僕師匠みたいにあいつに毎日あのカバーの写メ送ってました、ね、で一切返事をしないっていう、ね、ああ高木がプライドだからね一応ちゃんとツッコミがあるんで、はいはい、カバーちゃうねんって前から、うん新とか言ってましたけど、はいはいはい、だからちょっと期待してください、はい、これちょっと楽しみです、はいはい、もし同行できたら、はい、はい、ぜひ、はいはいはい、というわけでね、はい、また次回、はい、見るしかないな、 お楽しみにというわけで、動画人さんでした、あらっしゃー、ありがとうございました。あんちゃかあんちゃかちゃちゃあんちゃかちゃん、あんちゃかあんちゃかちゃちゃあんちゃかちゃん、あんちゃかちゃん、あんちゃかちゃちゃーん。運房登録してね、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 正面登録やめて、正面登録やめて、正面登録はやめて。は